今日はですね、お耳が今一番ね、評価が低いので、はい、で挽回しないと、お耳はちょっと、そうですね、今、点数は、他の人は今、5000点以上なんだけど、お耳だけ、マイナス50ってことで、はい、あれ、マイナスいっちゃってるよ、それ。マイナスいっちゃうと落ちちゃうんで、まあ、今日ので、そうそう今日ので、まあ、ちゃんと勝っていただけるの、うん、で、あれだ、まだ予選落ちたいかなって感じはあるんですけど、もう、でもおみいさんの実力でこれが実現できるかなーというところになるんだ。え、何それ、眉間がなんか動いてるやん。可愛くないですか？何それ、怒ってるんですよ。お尻の穴がひくひくやめてほうがいいですね、これは。はい、ということでね僕、最近ちょっとペガサスが強くなって、まあ、結果残してるじゃないですか、大会で。そうですね、さすがに劣等感を僕抱き始めたんで、はい、本気で本気で練習始めて、ちょっとあの、はい、見せつけます。無理だよ、お前には無理だね、上がってこいよ。いや、これね、今これさ、これ今高木いないから言うけど、はい、高木がね、LINE の個人の方の LINE で、はい、ちょっとマジで俺ペガサスに負けないように頑張りますみたいな感じで送ってきたから無理だろ。なんか今モチベやばいっすみたいな、これでもうペガサスに負けねえやね、俺頑張ります。だってどこは、お前頑張れやつのどこは出せるの。じゃあタモさんにそれはあの、うん、言ってタモさんに頑張れよって言われて、で結果残した時になんか買ってもらったりなんかしてほしいがためにこれ頑張りますよって。お前がそれお前か、お前お前のこと言ってんのか、お前買ってもらおうとしてんのか、お前。いやもうそういうやつなんですよ、高木って。本当に前方思ったんですよ、そうやったんですよ、お前。危ねえ、危ねえ。まあでも正直、うん、TS が成長して上手くなるじゃないですか。うん、俺負け受けもしてないっすよね、普通に。おぉ、いいね。俺が頑張れば、俺が頑張ればいいだけの話じゃないですか。そんな、急に上手くなるって。まあ俺もそうでしたけど、急になんか、勝てるようになったけど。そんなことは絶対ないかなって。俺もちょっともっと上手くなるんで。まあ見とけって。でも最初はさ、TS が一番上手かったじゃん。いや、あれもなぜかっていうと、弱かったんですよ、周りが。周りが弱かったと。そう、ペガサスとかが、まだ強くなかったんで、俺が強いように見えただけです。決して俺が強かったわけでもないんですよ。なるほど。俺は勝ちますから、見せてくださいよ。死んじゃったタモさん。無理無理無理。俺が勝つから。さあ、ペガサスさんが見せるのか。さあ、40入れて、近距離でAR打っていく。さあ、上にもう一人いるが、おっと、降りてくる。うわー、音ない。うわー、ここでヘッドショットを外してしまう。お耳は果たして上手くなった。おっと、これペガサスのトラップに引っかかったぞ。お耳、これはチャンスじゃないのか。さあ、お耳どうするのか。頑張れ、いいぞ。ここ編集者さんみたいな。お耳いるぞ。さあ、張り替えをしっかりしていきたい。ここで張り替え、張り替えをしたことあるのか。張り替えといてあるぞ。ヘッドしてしまえ、いいぞ。しっかりと近距離ではショットガンをしっかりと持っておきなさい。裏をついて敵に編集されてしまう。さあ、ここで当てていきたいところ、この近距離でチャンス。お耳、やれるんかいそれ。じゃあちょっと一回戻りましょう。はい、 やっていいっすよ。いや、ダメです。いや、絶対ダメでしょ。お耳を連れてたら勝てないな。勝てるはず。無理。なんか、どっから話せばいいんだろう。なんか小学校から仲いい男の子がいて、地元で、うん、はい、高校の修学旅行、はい、で修学旅行行ってたらしいんですよ。修学旅行行ってて、うん、楽しんでるじゃないですか、修学旅行。まあね、うん、楽しいね。めっちゃ楽しい、修学旅行めっちゃ楽しいとか言って、いやいやいや、でもう気分ハイになっちゃってるんですよ、もう。その子はもうめっちゃハイになってて、もう帰ってきた瞬間、もう家着いた瞬間、家がないみたいな、家なくなってるみたいな感じになっちゃって。そのお母さんがアルチューになっちゃって、その家賃とかなんか金銭的な問題でいろいろ払えてなかったみたいで、そのなんかちょっとダメですみたいな感じで家に帰れなくなっちゃったみたいな。差し押さえ的な。そうです。
それを修学旅行から家に帰ってきて、で家帰ると思ったら、海じゃない今その友達はどこに住んで、親はどうなったのその後。離婚かな、離婚してお父さんと二人暮らしして、そのお父さんがめっちゃ面白くて、最近彼女できたみたいで、うん、まあ深夜にその男の子がサッカーとかを見てたらしくて、夜中に、うん、そしたらお父さんが息子がまだ帰ってきてないと思って、で彼女との電話をスピーカーで話し始めたんですよ。声が全部丸聞こえなんですって。まあまあまあ気づかないふりをするじゃないですか。なんかちょっと部屋行ってみようかなと思って、その息子が部屋に、そのお父さんの部屋に行ったんですよ。そしたらそのお父さんがなんかもう修学旅行生の子供みたいな感じで布団もかぶって寝たふりしてるんですよ。でね、子供からしたら気づいてるじゃないですか。そうだね。そう、でそれ でなんかおかしいなって思うじゃないですか。一回部屋戻ったらなんか声がまた聞こえるんですよ、うん、また部屋をこう覗いたら、うん、次に気づいてまた布団かぶったって感じですよね、うん、めっちゃ可愛くないですか、めっちゃ可愛くないですか、お父さん話しちゃうよ本当にいや俺が予想してたのは部屋行ってみたらあのおっしてたみたいな。いやそう、俺もそっちだと思った全然そっちじゃない。え、ピーターのチッキンじゃないの、この話じゃないの。え、うんこの話え、ヌメモンはそういう話ないの。え、人のやばい話ですか。そうです、まあそうですね、そうそうそう、めっちゃいいぞ。男の人とかでもいいよピータローなんかさ、そういうことさ、はい、隠してそう、いろいろなんか何言うのそういうやばいことをなんかお耳が一番やってると思いきやピータローみたいなやつが一番やってそう。あー、え、あいつやってますよ。やめろ、やめろ、やめろ、仲間産んだ、仲間産んだ。でもおみみの顔すごい大人、お姉さんみたいな。え、そうなんだ、顔見たの。顔見たの、おみみの顔。あ、さっきライン交換したんすよ。アホっぽいじゃないですか。めっちゃお姉さんだ。え、お姉さんでアホっぽい。いやお姉さんっぽいんだね。やっぶもえかな。おっとっと、え、ヌメモンとかさ、メイド時代の写真とかあるの。あ、めっちゃ見たい、見たい、あ、見たい、あるかな。え、あったらどうすればいいの。いや、あったら、まあ、いやでもいい、あったらまあ見たいっていうのある、まあ、見たい感はある。まあ見せてくれるならまあ嬉しいかなっていう。いやでも一番見てるやつがいるんだもん。え、なんか立ってたりするじゃん。あ、あります、あれですよね、ドンキとか。そう、ドンキとかの前で。あ、立ってました、立ってました。あ、立ってたの。立ってました。あの立ってる人だったの、すげえ。立ってる、すげえ。あの立ってる人とゲームしてんの俺今。行こう。僕次東京とか都会行くことあれば、うん、ビラ配りしてる人のビラをもらうふりをしてちゃんと手をこうね触る。触ってダメですよ、あれ。おさわり禁止？おさわり禁止？おさわり禁止？だってあれ写真撮影も禁止じゃなかったっけ？そうですね、写真も撮っちゃダメ。怖い。なんで写真撮っちゃダメなの？チェキとかじゃない、チェキとか、そう、中で入ってって金払えと。そう、金払えと。そういうことで金払えと。ビラ配りも警察に届け出さないとビラ配りできない。え？あ、そうなんだ。そうなんですよ。だからなんかそういうの決まりがやばくて、なんかそこで販売とかもしちゃいけないし、ただビラ配りして宣伝するだけ。冬とかもやってたの、ビラクラブ。ビラクラブ。いや、怖い。やってました。ビラクラブ。コート着て夜とか。どこだよ。うわ大変。え、メイドやってる人たちって、はい。メイドさんが好きでやってるの、それとも普通にアルバイト感覚でやってるの。それぞれだと思います。もうなんか、うん、メイドやって傍らなんか女優やりたいから。え、女優やってる。女優ってなんかよくいるじゃないですか、なんか舞台やりたいとか声優やりたいとかいう、なんか卵の子たちがなんか自分のファンをつけるためにメイドやってる人もいれば。え、自分のファンを、はい、あ、知名度みたいな感じ。あ、そう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 。あ、そんなないけど。で、ちなみにおみみ、あの、ヌメモンも2つくらい入って知名度が入ってきてる。やばい、死ぬ、やばい、死ぬ、ゴムー。あ、だやばい、死ぬ、やばい、死ぬ、ほんまに頼みますよ。やばい、死ぬ、やばい、やばい、ほんとに死ぬ。タモさん、タモさん、おお、やるんじゃないか。5ポイント追加、5ポイント追加で今0ポイントだ。マイナス5ポイントだったからな、今。たまたさっきはね、マイナス50ポイントって言ってませんでしたっけ。あれマイナス50ポイントだっけ。 あ、じゃあマイナス45ポイントか。ちょ、お耳からリプレイでおっ〇〇乗せろってきました。え
やばいやばいやばい。いついついつ。今さっきさっき、お誕生日おめでとうってお耳にリポ送ったら、おっ、マセロって書いてうわーやばい。ちなみにどうなんですか、おマセロに。いや、そんな安いものじゃないです。いや、おー安いものじゃない。1回1000円でどうですか。1回1000円で1万。ホテル代こっちが持つんで、あの、2万5000円で。え、これ、うちゃんさんに。うちゃんに報告だな。うちゃんに報告だな。うちゃんに報告だな。ラスト一人だ、これ。あ、はいはいはい。自分には彼女がいないから、まあ、その、他の人に、まあ、そういう存在ができるのが、まあ、いいじゃないかも。おう、負け。面白いか面白くないかは分かんないんですけど、さっきのヤバい人の話、はい、いいですか。まあいいですよ。女の子なんですけど、はい、はい、まあなんか高校の時に、まあ、ニコイチだった女の子がいて、ニコイチ、まあすごい仲良かったんですよ。でしかも成績が学年でトップだったんですよ。まあ先生から内心も良くてって感じの女の子がいたんですよ、うんうん、高校で就職したんですけど、その子も卒業して就職して、まあ、疎遠になったんですよ。ほう、で、まあ、まあなるじゃないですか。で久しぶりにご飯食べに行ったら、なんか風俗始めたみたいな話をしてて、どうしよう、就職先辞めて風俗で働いてお金欲しいみたいなことを言ってたんですよ。まあやばいじゃないですか、うん、で何にお金使うのって言ったら、なんか化粧品とか整形とかしたいからお金、でももともとストイックなんですよ、うん、でそうなっていくうちに、なんか就職先が歌舞伎町のなんかホストのなんかヘアメイクみたいな、わあ系だったんですよ。あ、そうだったんだね、元々の就職先が。そう、元々の、そうです。で、なんかそれで、まあそういうなんか世界だから整形とかも興味持っちゃったし、ああ。で、なんかそう、風俗とかも始めたいみたいな、なっちゃって。で、まあでも、とりあえず1年はそこの就職先続けなよみたいな話を、うんうんうん、私はしたんですよ。うん、で、また疎遠になって、うん、インスタのストーリー見たら、うん、なんか AV 女優にこの前なってて、あーで、その理由が見たい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 理由が、俺は検索するしかないんですよ。え、なに？ホストにハマっちゃって、え、そのホストの一番のお客さんになりたいから、うん、出た、お金を貢ぎたいんだ。いや、つらー、もうなんかストイックだから、うん、もう一生懸命になっちゃったら、うん、もうとことん一番になりたいみたいな感じの子だったので、もう真面目でストイックだったんで、そこまでホストにお金を使うために AV 女優になっちゃったっていう、学年トップの女の子。その子の作品を見たんですか、ぬめもんさんは。いや、まだ12月発売で見てないんです。え、発売されたら見るの？みんなで見ましょうよ。ちょっと興味ある。みんなで見る。やばっ。でも親友がそんな姿になってるのやばくない？いや、そうですよ。だって高校で学年トップの優等生が AV 女優。いや、マジ人生何があるかわからんな。わかんねえわ。わかんないですよ。そうなんだ。だから、ほのやくんも危ないです。ほのやくんも危ないですね、非常に。真面目なのに。そんなことを聞いたら非常に怖くなってきました。ほのや、一言も喋ってなくないですか？いや、急に喋るやん、お前。いや、あの、風呂行ってた。風呂行ってたんかい。